はいどうも、皆さんこんにちは、かけでございます。ということで、本日なんですけれども、本日ね、7月の21日は、こちら、ね、リエラの、テレビアニメラブライブスーパースターオープニング主題歌、スタートトゥルードリームス、こちらのですね、CD の発売日でございます。ね。これね、本当にね、いい CD でございますよね。本当にすごいいい曲なんですけれども、こちらね、曲ね、オープニング曲ということでね、結構ね、皆さんももう、聴いてらっしゃる方も多いんじゃないかなと思いますけども、こちらをですね、開封したものが、こちらになりますね。その中にもね、いろいろと特典が入ってましてね、こんな感じで CD、入ってるんですけども、今回はですね、こちらのね、ラブライブスーパースターのね、オープニング曲、そしてね、ひいてはエンディング曲もですね、とある、ちょっと共通点があるというか、とある隠された秘密というか、もうここまで来たら隠されてるっていうのが、もう甚だ疑問ですけども、このね、リエラのオープニング曲、これがですね、大きな意味を持っていると、ある意味を持っているということについてですね、動画のタイトルにも書いてあると思いますけども、お話をね、していきたいと思います。はい。単刀直入に言いますと、東京オリンピックとちょっと関係があります。はい。関係があるというか、そういう匂わせをすごいしていると言った方がいいかもしれないですね。NHK だからっていうのもあるかもしれません。NHK っていうのは東京オリンピックの放映権を持っている、東京オリンピックのことを日本で最も報じるメディアになりますから、そうね、NHK で放送されているラブライブスーパースターの、オープニング主題歌なわけですからね。そうしたちょっと意味があるのかもしれませんけども、今回のですね、こちらの曲はね、東京オリンピック2020と大きな、本当に大きな関わりがあると思ってます。もう、何かしら関係してくんじゃないかなって今後、思ってるぐらいなんですよね。まずですね、一つ目がですね、こちらの、CD 自体にもあるんですけれども、この CD 帯が青色じゃないですか。この辺がね、まず東京オリンピックのね、テーマロゴマークにすごい似てるっていう部分も、あるっちゃあるんですけども、それはね、もしかしたら偶然かもしれない。偶然かもしれないので、東京オリンピックのこのメインテーマの色である、これがね、紺色っていうのは偶然かもしれませんけれども、これのですね、裏ですね。はい、じゃじゃん。裏ね、こういう CD デザインになっているんですけれども、これね、ちょっと見づらいかもしれないので、開封済みのこちらでご紹介しますけども、新国立競技場ね、思わせるようなこのデザインね、もうこれがですね、もう何よりもね、もう、オリンピックじゃねえかというふうに、新国立競技場じゃないかと思わせるような、そしてですね、皆さんもね、ご存知かと思いますけれども、今回のですね、スタートトゥルードリームスね、アニメの中で出てくる会場っていうのは、新国立競技場でございます。はい。もうこれはもう紛れもなく新国立競技場ですよね。はい。新国立競技場、東京オリンピックではメインの会場として使われるオリンピックスタジアムという風に言われておりますけれども、こちらが使われるということになってますね。もう一つがですね、こちらですね。はい。こちら、こちらね、スタートトゥルードリームスの、ワンカット。こちらね、飛行機が、こう、バーってね、飛んでいるっていう姿なんですよね。うん。このスモークが焚かれているんですけども、これもですね、オリンピックではよくある、いわゆるこうね、編隊飛行をして戦闘機による五輪マークを描くっていう、今日もですね、そう、これもね、本日、今日7月21日 CD の発売日ですけれども、なんとね、ブルーインパルスっていうね、これ結構大きなニュースに今日なってると思いますけども、東京上空をね、試験飛行、テストフライトをですね、しておりました。はい。東京上空ね、本当にいろんな箇所で、このね、今回のブルーインパルス見れたということで、あさってのですね、東京オリンピック開会式に向けて、で、開会式ではですね、実際に本当にこの色のように、このね、スモークの色のように、東京オリンピックの5色の色が、5色の色のスモークで、こう、フライトがされます。はい。このスモークを焚いて、東京オリンピックのスタジアム上空を、飛行する、新国のね、近くを飛行するわけなんですけども、リエラもこういう感じになっているということでね、この辺もですね、東京オリンピックの演出と極めて酷似しているというところがありますね。これはですね、もうね、東京オリンピックどう見ても、もう意識してるだろうっていう感じがしますよね。このね、スモークを焚いてるって部分もそうですけども。そしてですね、お次の東京五輪との共通性に関しては、こちらでございます。はい。これもね、この映像の部分、いろいろとね、見ていただければわかると思いますけども、バドミントンに、あとラケットもこれ実は、他のシーンで映ってるんですけども、テニスのラケット、サッカーボール、バドミントンのボール、などなど、まあいろいろですね、他にも映ってるんですけども、スポーツで使われるあらゆる道具がですね、映っております。サッカーにバドミントンに、あとテニスのラケットだったりっていうのは、もうすべて東京オリンピックで開催される予定の種目競技の、道具の一つですね。だってラブライブってね、アイドルアニメじゃないですか。女子高生の青春学園ドラマなのに、なんでこういろいろとスポーツ関連がね、出ているのか。まあもちろんね、部活だからとかっていうのもね、あるかもしれませんけれども、まあただね、新国立競技場でこんなね、スポーツのね、思わせるようないろんなね、こういう演出がされていたら、もうどう見ても東京オリンピック意識してるだろうという、もう 100% は意識してるとしかもう自分の中では思えませんね、ここまで来ると。もうなんかね、ここまでね、東京オリンピックとね、関わりがあるっていう風に見せられたらね、なんかそれこそだから、なんだろう、この CD ジャケットもそうですけども、なぜかね、これも、まあ、紺色に赤の帯っていうね、まあこれもね、実は東京オリンピックのね、テーマの色となっていて、すごい、この辺も酷似してるんですけども、まあこのね、ジャケットの姿もね、なんかね、もう東京オリンピックの開会式じゃないかっていう風にね、思わせるようなデザインですよね。そしてですね、もう一つ、まあこれはですね、こちらのね、まあ CD の方ではないんですが、オープニング曲ではないんですけれども、エンディング曲ですね。はい、未来は風のようにというですね、まあ曲がございますけれども、こちらのですね、曲もですね、まあこれはね、先日も動画で紹介しましたけども、こちらですね、CD ジャケットこちらなんですけども、このですね、こちらの5人がね、こう、映ってるんですけども、こちらですね、橋なんですけれども、実際にある。原宿に存在する橋なんですけれども、その橋の名前がですね、五輪橋という橋でございます。はい。これ何かって言いますと、1964年の東京オリンピック開幕の時に、開通した、まあ、完成した橋なんですけれども、こちらもオリンピックつながりというね、うん。エンディング曲の一部もオリンピックつながりになっていて、で、しかも今回のこちらのオープニング曲に関しても、なんか思いっきりもうこれも開会式を思わせるかのような、東京オリンピックにめちゃくちゃこう接点があるような感じの演出になっております。まあ NHK だからね、まあオリンピックに対しては本気ですけれども、リエラもね、ちょっとオリンピックに対してね、何かしらの接点が、なんかここまで匂わせてるからなんかね、すごい接点があっても、まあおかしくはないのかなとは思いますけども、皆さんもですね、何か思うことなどあればね、ぜひコメント欄にいろいろ書いていただければと思います。もしこの動画いいなと思う人、グッドボタン、高評価ですとチャンネル登録もお願いします。ではですね、また次の動画でお会いいたしましょう。以上、浩平でございました。バイバーイ。